実はこの鉄板ね、今から52年前堀屋さんのところでね、あのオブジェ店にあったよね。その時にこれバンバンと鳴らしたの、録音を流させてもらった。その時ですが、今から52年前に作ったもんです、ね、でそれをまあ30何年前か35年くらい前に掘り上げて、そういうパフォーマンスしてる。浜山ですか？いや、室内小学校だもんね。他、あの横浜でもやらせてもらったし、運河でやらせてもらった。何回かやったし、運河でやった時転がして、これ5枚ほど運河の中へ沈めてしまった。まあ、奥村さんみたいなちょっと落としていきますわ。これ初め20枚ぐらいあったんやけどね、9枚しかの、ちょっと運河に落ちましたよね。ちょっとだけ上だけ上へチップだけ出してもらう。おお、怖い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 。ちょっとどこが飛んでいくか分かんない。あと一つだけ、僕の人じゃないよ。当たり年やね。床しか取られへん。はい、こういうふうにどこへ転がっていくか分かりません。今さんの人生もどこへ転がっていくか。